F ガッチャンコをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ開幕が近づいてきたということで、この華麗に復活を遂げたこのコーナーもね、まあ今日で2回目と。は。今日は淵上アナウンサーと一緒にね、はい、まあ、お届けしようと。よろしくお願いします。なんかやっぱり開幕がもう間近っていうことで、うん、普段と違いますよね。え、違う？ラジオで日曜日、うん、土曜日、あの野球枠というね、中継が本来あったラジオの中継がデーゲーム枠の時に音楽のリクエスト番組にしていて、川端アナウンサーコッチーというニックネームをリスナーさんからもらって、まあその一部の人たちにはすごく熱烈、あのすごく印象に残るようなねキャラクターとして開花したわけですけれども、もうすっかりもう実況の顔に変わってますね。あれやっぱり不思議なもんでね、はい、いやフッチーはそれこそオープン戦の実況とかもあったし、 そうですね、それなりに携わることが、ね、はい、あったと思うけど、はい、私は本当に動くボールを伝えるってことをしてなくて、はい、まあ、開幕も延期になったから準備もしてなくて、はいはい、まあのんびりとね、はい、音楽の話とかもしながらここまで過ごしてきたわけですけど、そうですね、いざやっぱり中継する日が決まって、はい、でやっぱり練習試合が始まってちょっとムード変わらなかった。確かに、うん、その映像で見たりとかするようになって、うんうん、あ、ちょっとこうスイッチというかが入ったかなと。そうそうそう、やっぱりね、動くボールを見て、うん、でその試合の記録をやっぱり日々つけたりするでしょ、はいはい、そういう中でなんとなくね、こうまたやるぞっていうこの実況ムードにちょっとなってきましたね。あ、うん、音楽 DJ から、まあ音楽 DJ も一時期目指してたんですけど一時入社27年で一番の手応えを感じていると言っていたのが ね、手応えも感じてたんですけど、やっぱりまあここはね、うん、大いにこの球春というかもう休暇になりますけど、はい、本業ですか、ね、野球が始まるこれからの夏を盛り上げていこうということで、はい、F ガッチャンコなんですけどね。あ、いきなりこれ出てたっけ。本当はこっちのタイトルから始めようと思ってたんだけどさ、あ、まあ、ちょっと勇み足ですね。こういうところが勇み足かもしれませんけどね、まあ、大丈夫です。せっかく出てるから、はいはい、練習試合、うん、ね、どうでした、うん、ファイターズ打ちましたね。そう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 、打ったっていう印象、ホームランがよく出たっていう印象と、うん、あの順位としてもね、これまあ2位で確定だと思うんですけれども、はいはい、この打ったホームランの数がこれ19本で12球団トップ、うん、いやすごいですよね。あの超強力ライオンズ打線よりもホームランの数としては出たっていうね、うんうん、去年は深刻な得点力不足だったわけじゃないですか。で特にやっぱりホームランの数がリーグ最低 で、 そうです、ね、得点力不足もあって残念ながら5位という順位に沈んだファイターズが、はいはい、これですよ。いや、なのでその自主練習期間っていうのが、うん、本当に選手たちでコンディションもしくはそのモチベーション維持難しい中しっかりと練習してたんだなっていうのは伝わってきましたよね。確かにあの練習試合が再開して最初の試合から私も大体映像は見てるんですけれども、うん、いきなりね、うん、やっぱり2ヶ月ぐらい実戦から遠ざかってるから投手有利かなとも思ってたんですけど、うんうんうん、結構みんな触れててね、うんうん、最初から得点が入るイメージファイターズ打線ありましたもんね。全体通しても初回に得点多いですよね、うん、多い多い、どんどん振っていくっていうイメージ、ね、なので今年はまた今までのチームとちょっと違うなっていう感じもしましたよね、うんうん、まあこれねすごくドライなことを言ってしまうとね、うん、確かにホームランは増えたんですけど、はい、でもこれずっと関東の球場でやってるんでしょ、はいはい、やっぱり広い札幌ドームで1試合もやってないからホームランが増えたっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、なるほど、うん、まあでもそれは抜きにしてもすごく楽しみな打線にはなりましたよね。まあね、なんかこう出てきてほしい選手であったりとか、うんうん、こう若い選手がこう出てきて、こう、なんだ、生きのいい選手が出てきたっていう印象も強い。特にね、やっぱりあの高卒2年目の野村とか、うん、万波とか、はい、まあ彼らがね、野村なんてまだ去年怪我もありましたから1回も1軍では試合出たことない選手なんですけど、ホームラン3本も練習試合で打ってね。そうですね、うん、万波抽選ももう規格外の、そうですね、東京ドームで打ったりね、打ったり、うん、っていうのもあった中で、はい、お互いに、はい、まあその練習試合も含めてですけどね、はい、キャンプの取材などいろいろ通じて、はい、今年はこの選手に注目じゃないかなという選手を一人ずつ挙げましょう、はい、じゃあフッチーからいこうか。私からいきますか、じゃあ2020年注目選手ズバリこの選手です。横尾としたっけ。ええ、ほう、あえて横尾選手を、私はこれ2月3月、うん、
の時から変わっていません。もう今年はこの横尾選手注目でいこうと思います。あのポジション別でいうとね、大体レギュラーが、まあ、見えてきたかなっていう中で、やっぱりそのサードのレギュラーっていうのが、ビアノエーバのね、はい、まあ、ちょっと体調不良による出遅れなどもあって、はい、混沌としてるんですけれども、うん、話の流れから言うと、うんうん、今、サードはだから野村が目立ってるって話でしょ。野村が出てきたからこそ横尾ですよ、うん、はあ、やっぱり高卒2年目に3本練習試合で16打席で3本ホームラン打ってるんですか、はいはい、うん、打ってグイグイ来て監督もいいねって言ってるわけですよ。何としてもポジション取ってやろう、這い上がってやろうという魂を感じるねなんていうふうに野村選手に対して言ってるわけですよ。それを聞いて年上のこの横尾選手はどう思うかですよ。あ、ただまあね、これまでやっぱりその長打力を期待されながらも、はいはい、まあ、なかなかね、はい、ちょっと結果が伴わない悔しいシーズンというのが続いているのも事実ですよね、横尾選手はね。そうですね、うん、で、うん、今年は、うん、バッティングのフォーム自体を変えてるわけじゃないですか。お、小笠原ヘッドコーチが10年ぶりにファイターズに帰ってきまして、はい、まあ、その打撃力強化、得点力不足解消でキャンプは振り込みました、うん、まあ、秋のキャンプからですね、横尾選手はなのでバッティングフォームをもう全くガラッと変えたわけですよ。はあ、簡単に言うと上からバットをこう下に出すっていう、今まではこう下からこうなんていうんですか、うん、パースイング的なね、うん、まあ、こっちフォームをガラッと変えたということで、うん、でそれでずっと来て、で、1月にはホークス の, あの安打製造機内川選手と自主トレもやって、やってた、内川選手の考えと小笠原ヘッドの考えは、うん、あ、共通しているところがあるっていうのも分かって、はあ、内川選手はボールの下にバットを入れてスピンを効かして遠くに飛ばすっていう理論なんですよ、うんうん、それはつまりバットを上から出さないとそういう軌道を、ボールの下、バットを、ボールの下にバットを入れることができない。あ、ヘッドと同じこと言ってる。あ、これは本当にそういう打ち方をするべきなんだって意を強くして臨んだキャンプ、うん、2月3月の実戦オープン戦結果残してました、うん、で、開幕延期になって自主練習中、まあ、自主練習中は何をしてたかは分からないですけども、まあ、本人はずっとそのやるべきことをやっていたという。で、ここに来て、うん、まあ、練習試合の最終戦ですよね、逆転のツーランも放ってますよね、はいはい、野村選手の後に打ち返したというか、ね、打ちましたよね、で、その後野村選手もホームラン打ってますよね、うん、で、その前の試合でも野村選手打ってますよね、うんうん、刺激を受けてるわけですよ、はい、でもやってきたことは自分ではあの間違ってないっていう自信があるわけですよ。はだからその積み上げてきたものプラス刺激で、うん、この横尾選手は今年やってくれるはず、大ブレイクをすると。そうです、はあ、野村選手に対しては全然意識ないですって言ってるんですよ。口では言ってるけど意識するでしょ、で同じポジション、まあ、そういうコメントを聞くと、うん、解説者のガンちゃん岩本勉さんは何言ってんねやと、うん、もっとギラギラいかんかいっていうふうに、うんうん、日曜日のラジオ番組では言ったりしてるんですけども、うちに秘めてる意志の強さ、この人はすごくあるはずなんですよ、うん、なのでやることをちゃんと明確にして淡々とやっていくっていう、その結果、最初はビアヌエバ選手がいて途中出場かなと思ったのがビアヌエバ選手がいない、うん、野村選手出てきた刺激を受けてる、まあ、ずっとキャンプからのその結果も含めて彼が頭からいってちゃんと結果を残してそのまま軌道に乗っていくという。なるほどね、私は横尾選手、まあ、うん、他にもたくさんね、注目する活躍しそうな選手いるんですけども、うん、あえてこの横尾選手が下位あたりで打ってくれると、まあ、レアードとかね、うん、2016年のレアードとかね、うんうん、下位打線でバコバコ打つっていうホームラン王になりましたけど、楽しみなんじゃないかなと。なるほどね、思います。私はね、はい、2020年の注目選手、はい、見えてる、これ川野流星、あら、ピッチャールーキードラフト1位のね、はい、サウスポーピッチャー、うん、彼まあ全くの新人なんですけれども、はい、キャンプの時からやっぱり普通の新人ではない落ち着きっていうのか、はいはい、自然にチームに溶け込んで自然に試合に登板して普通に結果を出している、はいはい、で首脳陣もこれ川野はやっぱり先発だよねってキャンプの時から言っていて、うん、全くその起用法にブレがないというか、はあ、逆に言えば首脳陣の期待に応える結果をここまで出し続けてきている、はいはいはい、で
まあ、おそらく、ね、開幕のローテーションに入ると思うんです、まあ、ですからこれ新人が開幕ローテーションに入るってことはもう完全な戦力の上積みですよね。それで勝てる結果が出せるような、ね、はいはいはい、でファイターズっていうのはやっぱりこれまでね、まあ、育成とスカウティングっていうことを言っていて、うん、はい、まあ、ドラフトに関してもね、その年ナンバーワンの選手を指名するって言いながら、大体こう高卒の将来有望な選手を取ってきていますよね、うん、それこそ、まあ、大谷翔平とか、ね、はいはい、うん、まあ清宮幸太郎、はい、まあ、今年はもちろん佐々木朗希君外してしまったという事情があるにせよ、はいはい、それでもやっぱりこの社会人の河野龍生投手を指名して、ファイターズがね、社会人の選手をドラフト1位で指名したって記憶あります？ないですね、うん、少なくともこれね、北海道を移転してからは実は初めてなんです。まあ、高卒に限らず大卒でもね、それこそゆうちゃんとか、はい、まあ、有原浩平とか、はい、6大学のスターとかを取ってきていて、はい、こういう実践派の社会人っていうのはね、まあ、だいぶ古いんですけど、2000年の伊庭智一投手、はあ、懐かしい、これまだ移転前ですけどね、はいはい、まあ、移転後もちょっと投げていましたけど、うん、彼以来の社会人の指名で、うん、まあ、だからそれだけやっぱり即戦力として期待されている、うん、でそれだけの結果を出している、はい、しかもこれね、ルーキーが開幕からローテーションに入るっていうのは移転後の歴史を振り返ってもそうそうなくて、ああ、やっぱりそれこそそのゆうちゃんとか有原浩平投手でもちょっと時間を置いてから投げてるんですよね、はいはい、彼はおそらくもう開幕5戦目あたりで投げてくると思うんですけど、はいはい、ファイターズの新人で開幕からローテーションに入った皆さんの記憶にあるところで言うと2006年、はい、八木投手、うん、サウスポー、同じサウスポーなんですよ、ね、その年ね12勝を挙げて行きましたね、新人王を取りましたよね、はいはいはい、まあ、あとはね榊原亮投手ってこちらもその後に新人王を取った投手なんですけど、うん、やっぱりねそうやって1年目から開幕ローテーションに入ってくるってことは明らかに将来有望、うん、まあ10勝とは言わずともね、彼が8勝すれば全く去年なかった戦力が、うん、プラス8勝とか10勝になってくるわけですから、うんうん、これはもう優勝に大きく近づいてくるのではないかなという期待を私は持ってるんですけどね。いや、河野投手が活躍してほしいし、うん、注目選手であるのは分かりますけど、うんうん、ちょっとオーソドックスすぎません？そう、もう主力のだってもう誰が見たってみんな河野投手頑張ってほしいと思うじゃないですか。いやいや、それはもちろんファイターズの選手はみんな頑張って、いやもちろんそうですよ、うん、でも西川、中田とかね、太田大志、ワンボーロンとかね、まあ、みんな主力じゃないですか、うんうん、で今年楽しみじゃないですか、はい、さらなる、うん、レベルアップという意味で、うんうんうん、河野だってもう当たり前のにドラフト1位です。社会人即戦力差まで入ってきたから、そんなにその独自の視点を強調したいよそれ。やっぱり横尾選手が注目されてないとかじゃなくって、うんうん、横尾選手はライバル多い中でポストレアードとこうサードがね誰がレギュラー取るかっていうのは注目されて、うんうんうん、混沌としてる中ですよ。ここはもうだって想像できるじゃないですか。いや、まあ、だけどね、そのさっき去年長打力不足がっていう話をして、はい、まあ、これが5位に低迷した要因だったわけだけど、はい、まあ、プラス去年何に苦しんだかって言ったらやっぱり開幕ローテーションでしょ。そう、てかローテーションピッチャーでしょ、まあ、先発ピッチャーね、まあ、だからそこの一番期待の新戦力をね、うん、やっぱり注目選手として挙げるというのがこれはもう、うん、王道を言ってるというか、うん、道の真ん中を進んでいるというのか、同じこと言ってるのかもしれないけれども、まあとにかく川の投資にかかってるってことですよ、彼の差はね。だから王道、つまり誰でも言える、うん、考えられるっていうことじゃないですか。まあそこは今ねこれ広げるところじゃない、うん、というお互いの、いやでも本当頑張ってほしいし、うん、上積みになるということでね、はい、注目選手を出したところで、はい、まあこれ開幕前のこの時期といえば定番ですけれども、うん、開幕スタメン、ね、開幕スタメン、まあそれぞれ予想をしてみました、うん、はいはい、これはどうしようか、一気にいこうか、いきますか、一気に映るのだけどこれ大丈夫、うん、じゃあいきますか、じゃあせーの、ちょっとあでもねちょうどいいや、これいらないからここに押しますか、こうして、はい、じゃん、お互い相手がどう書いたかは知らないんだけど、はい、見てみようか、1番西川、2番太田、3番近藤、4番中田までは一緒、ああはいはいはい、こっからちょっと違いが出てきてますね、フッチーは5番が5番にワンボーン DH、 私はね6番、はいはい、で、あ、まあ、でも5番6番、まあ順入れ替わ、ね、ちょっと入れ替わったっていうだけですね、渡辺亮が6番ですね、私は、でこれメンバーとして変わらないのかな、宇佐美、まあね、あの有原投手との相性からいって開幕スタメンマスクは多分宇佐美捕、ね、手だと思うので、うん、で横尾選手も入っていて石井、うん、うわ変わらないわ、
これ企画としては面白くないかもしれないな、全然メンバーに違いがないっていう。ほー、じゃあさ、野村とかしなかったんですか。いやだからちょっと考えたけれども、うん、まあさっきねフッチーがあの横尾選手注目に挙げていたけれども、やっぱり野村選手もすごく楽しみなんですけど、はい、でもまだ一軍で一度も出たことがない選手で、はい、すごく楽しみなのは間違いないけれども、今年の開幕スタメンかって言ったら、これおそらく3年後の新球場ができた時にはね、野村選手もスタメンに入っていてほしいと思ってますけど、はい、今年に関しては私もちょっと考えたんですけど横尾選手かなと。あとフッチーさ、これ迷ったっていうか名前を書く時にちょっと考えた選手っている、はい、うん、考えた選手、うん、え、スラスラスラっと書いた、まあ、開幕スタメンはこうなるかなっていうふうに思いましたけどね。私がちょっと考えたのは、はい、迷ったのはショートなんですよね。あー、なるほど。中島選手もあのキャンプ中からちょっと怪我などが相次いで、はいはい、なかなか実戦に出場できないっていう状態だったんですけれども、うん、まあこの開幕が伸びたのが幸いというかね、はい、もろもろ怪我も癒えて、はい、練習試合ではスタメンで出てる試合も増えていますよね、はい、でやっぱり彼には経験があってチームの選手会長でもあり、この開幕戦という重圧のかかる舞台でいうと、うん、中島選手がスタメンかなともちょっと考えたんですけれども、うんうん、ただ今季の調子とかここまでの起用法とか、まあ、トータルで見て石井選手の方かなと思ったんですけどね、まあ、6月に入って実戦始めてね、うん、経験し始めたっていうのと、やっぱりそのキャンプ2月3月のね実戦からしっかりアピールしてたので、うん、で6月もまあ変わらないっていう形で結果を残してるので、やっぱり、うん、頭に持っていきたいかなっていう気はしましたけどね。あとはこの中軸ね、確かにあの順当に見れば5番ワンボーロンかもしれないんですけれども、ワンボーロン選手はちょっとその練習試合の最後の方でね、自打球を当てて、はいはい、最後の数試合結局欠場したままで練習試合の2点が終わったんですよね、うん、でその間渡辺選手が5番で起用されていて、最後3試合ぐらい全部複数安打、はいはい、で長打力も見せていました、ホームランも出たし、はい、うん、だからここはねそのまま渡辺選手が中軸の5番で行くのではないかなというのが私の読みなんですよね。まあでも14日に練習試合を終えて何日間ありましたっけ、19日までだから、うん、5日間ぐらいあるんですよね。ああ、ありますね。治ってますよ。ワンボーいや治っていたとしても5番で結果を出し続けている渡辺選手がね、はい、ワンボーロンの、うん、あのバッティングホームラン、横浜スタジアムでのホームラン見てたら、やっぱり5番に置いて、はあ、で、好調の渡辺亮を6番に置くことで厚みが出るじゃないですか、はあ、そして、見てください、これ左右、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 左、ああ、綺麗にジグザグ打線ですよ、ね、うん、こんなに綺麗なことはないじゃないですか。まあこれだけどね、お互い今下り顔で自説の正しさを語ってますけど、数日後にはもうこれ結果はね、明らかになっているので、うん、まあこれ当てにいって なんだろう、外れたらなんかとかそういうことは、いやいや別にそういうことではないんですけれども、あのお互いのこのね、見識力が問われているという、まあ解説者の開幕の順位予想みたいなもんですよ、まあね。あ、うん、ちなみにファイターズは今年は何位ですか。そうそう、せっかくだからその話にも行きましょうか。これもういいからね。うん、ちょうどね、はい、まあ、今日これ収録しているタイミングなんですけれども、だいたい練習試合もあらかた終わって、開幕に向けてスポーツ新聞などでも解説者の皆さんが改めての順位予想というのを掲載し始めている時期なんですよ、はい、これがまあね、私がまあ複数のスポーツ紙を見た全ての評論家がファイターズは B クラス予想でした、うん、はい、これね、数日経って道内向けのね予想になってくるとまたちょっと変わるかもしれないんですけれども、はあ、少なくともその全国にあまねく私はこういう順位だと思いますって解説者が予想しているのを見る限りで言うと、はい、全員 B クラス予想、はあ、それはね、うん、非常にこう一、うん、ファイターズファンでもありますから、はい、私は、はいはい、不本意というかね、はあ、うん、その中でじゃあ川端さんは、いやいや、だから
やっぱり B クラスって言わないでくださいよ。やっぱりまあだから A クラスは間違いないでしょ。これだけ12球団トップのホームランが出ていて、若手の突き上げもあり、先発陣の調整も順調で、まあとはいえ、でもちょっと、あ、これこっちはないのか。何？西武であったり2連覇中、まあまあうん、こっちにする？ソフトバンクだって、うん、もう強いしっていうところを考えると楽天だって分かんないですよ、うん、マリーンズもバファローズも分かりませんよ。いやいやそれ分からないって言ったら何も分からないけど、いやじゃあフッチの順位予想は？順位予想、うん、あれ順位予想言いましたっけ？いやいやいや、まあ、何でもまずこういうのはフッチから言ってた私からですか？そう、うん、私は、うん、まあ、A クラス。A クラス。はい。はい、2.5 位。また10万割り切れない男だな。うん、いや、でも、うん、いろいろやっぱり条件は必要ですよね。うん、あの、まあ、それ解説者の皆さん、こう私たちよりもそうやって、ね、プロ野球の OB の方々が、うんね、まあ、B クラスっていうふうに、まあ、その順位予想してるっていう事実は多分、うん、事実であって、うん、戦力で見るとやっぱりそうやってソフトバンクとか西武とかの方がやっぱりあるって現時点であるっていうのはね、まあ、確かに楽天も補強してるしね、うん、ただファイターズはやっぱり一シーズンでどれだけ伸びるかっていうんですかね、うん、それが求められている、うん、ソフトバンクのように層が厚いっていうわけでもない中でどれだけ選手たちがこう伸びるかっていうところが非常に大事なチームになってくる中で、まあ、どんどん若い選手が出てきている、あとは怪我人が、まあ、なんとか最小限で食いとどまったら、3位のところが1位に変わっていくかなと、うん、あなんかこうねあちこちに保険を張ったような話は仕方ないけれども、いやでもまあだから普通だ3位かなってなっ私はもうねはっきりとこれズバリ今年はファイターズは優勝します。ひどいね、うん、なんすかそれ。いやそりゃまあ道内でファイターズを伝え続けてよくそんな 2.5 位とかそういうことが言えるな。いやだから上積みですよ。あまあまあただね一般的に言えるのはファイターズ過去をね、まあ、2006年とか7年、9年、12年、16年と優勝してますけど、はい、これね、大体評論家の皆さんの予想がやっぱり低い時だったんですよ。下馬評低い時ですよね。下馬評低い時はやっぱり何かしらこう上に来る要素っていうのがあって、栗山監督が常々言ってるのもその開幕の時に今開幕のねスタメンとかも予想しましたけど、うん、その予想通りにシーズンが進んでたらファイターズはダメなんです。そうです、そうです。やっぱりその時に思っても見ないような戦力が出てきたりとかそういうプラスアルファ化学反応があってチームっていうのは前に進むっていうことを言っていて、私は2020年のファイターズにはその化学反応がね起きるのではないか、優勝するというふうに思っています。さっきアナウンス部では3位って言ったじゃん。いや言ってないってそんな話は。うん、してない人が優勝だ。3位っていう、ま、とにかくねその楽しみな2020年シーズンも間もなく始まります。 HBC ラジオでは、ファイターズ開幕直前スペシャルということで、はい、これ19日の前日ですから18日の木曜日なんですけども、はい、なんとね夕方の6時から夜の10時まで、はい、4時間ですよ、うん、実況アナウンサーも総出演、はい、解説者もね、まあ、立山義則さんがスタジオにお越しいただき、はい、まあ、ガンちゃんもリモート出演という中でね、はい、いろいろまあそういう順位予想戦力分析などもしていきますので、うん、聞いていただきたいですし、ラジオはね開幕からもうメットライフドームに乗り込みます、はい、タクターアナウンサーと私で行ってきてね、うん、開幕3連戦、この歴史的なね無観客で始まるシーズンをその現場からしっかりとお届けしますし、はい、テレビの方では開幕3戦目中継があります、はい、こちらはね立山義則さんの解説、はい、さらに山内アナウンサーの実況ということになっております、はい、まあ、さらにフッチーからも言いたいことがあります、はい、金曜日の深夜0時51分からのブラボーファイターズ、はい、生放送でございます。ということはこれ開幕戦の、そうです、もう振り返ります、結果を受けて、そうです、うん、深夜0時51分から生放送でございます。そして大宮達夫さん、うん、ずっとリモート出演だったんですけど、なんかブラウン管から出てきてましたね。そうですね、うん、古いテレビの中で、うん、東京のご自宅とつないでたんですけれども、満を持してこっちに来ていただく予定でございますんで、はい、はい、いろいろと
話をしていただきたいというふうに思ってます、まあ、ですからぜひね開幕前日から、まあ、常日頃からなんですけれども HBC のねラジオテレビいろいろお付き合いいただいて我々ももう本当にシーズン、はい最後もね優勝しますまで本当にさっき言ってるから 2.5 位だろえ優勝しますいやだからまあ、とにかくいやだからワンボールって清宮幸太郎がやっぱり打ったら今更もうだから話長いからもういいからさ、とにかくあのシーズン終了のその瞬間まで我々も心を込めてね、はいはいはい、ファイターズのプレーを熱くお届けしていきますので、はい、今シーズンも HBC テレビラジオそしてこのね、まあ、公式 YouTube チャンネル含め、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。